何もらって嬉しいんだもんって現金はい、憧れてます TV 始まりました。今日何するんですか、シュさん。何すると思います。わかんないから聞いてます。エレベーターの前で。あ、エレベーターの前ですか。パワーでどんだけ開けれるかっすね。そうっす、エレベーター今からこうパワーで嘘です、嘘です。前回やりました風俗嬢対談企画だったじゃないですか。あれが結構大好評で出たいっていう子も多かったし、結構視聴者も多かったんで、第4弾をやろうと思いまして。じゃあ読んであるってことですか。そうですね、SNS で募集して出てくれませんかってやったら出てみたいですっていう子が、この前は3人やったのに1人に減ったっていう。どういう子が来るか分からんけど、わざわざね、お金ももらわずに、私は風俗について語りたい、喋りたい。お前言うてますよ。まあ、いかに夢を与えるか、元代表じゃなくて今日は、元代表で、持ち立っていっぱい聞いていきます。はい。はい、行ってみます。よいしょ。はい、お願いします。はじめまして、どうも、田中です。お名前いいですか？みーちゃん、これ、A ちゃん、B ちゃんと、田中の名前使って、アナちゃんでしてたんですよ。みーちゃんでいいですか？特定とかされません。あやかとみーちゃんもいっぱいいるから。え、じゃあ早速質問していってもいいですか。これなんで応募してもらったんですかね。ありがとうございます。風俗嬢の対談企画って結構良かったんだな。面白かった。あ、本当に。あれ見てる人の層を見ると、おじさんばっかりが見てるらしくて、もっとおじさんに対して、なんかいろんなことを教えてあげようと思って、これ第4弾ですね。今っていうのは何で働いてるんですか？いくらですか、それ。某ソープなんだって。8万円。いわゆる高級ソープ。高級と高級じゃないソープっていうのは何が違うんですか？はい。それに対して疑問が3つぐらいあって、講習する人っていうのは男性なのか女性なのか。あ、女性なんや。体験入店みたいなのはあるの？その体験入店ってどんな感じなの？なるほど。その時のバックっていうのは、一応どっかに新人入店しましたっていう体験入店の子も。へえ、なるほど。今更行くんやったらどうやって行っていいか分かんないから、1本っていうのが分かんないけど、で何分ですか？120分。どういうスタイルで行けば嫌われずに行けるの？出会って何秒で合体した？逆にそんな1回もやらへん人っていうのは女の子的にはどうなの？なるほど、そういうパターンもいるわけ。はい。でもそんな120分間でしょないんで、溜まってる状況で言ったら5分ぐらいで言ったら残り115分ですよ。お酒も当然別料金だろ。持ち込みっていけるの？持ってきたやつを飲むのを持っていく。マジで？よく僕ツイッターとかいるんで、私利用してもらったあげてるじゃないですか、ご利用者の方が。あれって正直嬉しいんだよ。物によるって何もあって嬉しいんだもんって。現金。あ、やっぱり現金なんや。過剰なサービスっていうのは。30分の間に何回考慮してもいい。何回でもいいんや。7回連続で休憩なしで80分で7回やばいね。それはどう思うの？そういうのしないのもしないで違うし、されすぎても嫌やと。県外行くこのなんていうんだろう、線っていうのはどんな感じなの？それはどんなことがあってるの？でもそれはイケメンだろうが。
ていうのをやったよね。ソープランドをしようと思ったきっかけ。担当に、これホストですか？ありがとうございます。またホストや。またホストや。準備聞いてもいい？一番初めが？おっさんに向けて行った方がいい地域のここ行っとけばまあデリヘル当たりですよみたいなこと。でそっかデリヘルから SM 城。女王さんはどんなことをするの？SM 系って行くまでしてもらうといじめられるだけ。今の流れで聞くとキャバクラ、デリヘル、ソプランド、そこに行き着いたんや。生でするわけや。病気のリスク的にはどんな感じなんや。かかったと？あ、あるんだ。マジで？あ、プライベート？マジで？プライベートのは聞いてない。プライベートで映った。あ、セフレ？はい、ソープランドで働いてる。セフレはいいんだよ。その仕事とはプライベートは違う。仕事？無なんや。西尾のおっさんもう夢ないやん。セフレってどういうことするの？来てやって終わりがセフレ。彼氏なんだそれ。何で意味するの？ああ、増えたり減ったりする。もうセフレはいらんわって思わなかった。それとこれとは別。イチャキャバって何すかって。インスタはどの位置になるんだよ。ちょっとイチャイチャできる。めっちゃ中途半端じゃない。それって費用っていくらぐらい？全然安いね。締めやろ。一回言ってみようね、ちょきゃば。見てるか、今ちょっと撮るかも。参考にしろよ。ソープの女の子なのか、ホストに通っている人たちに対して、ちょっと欲しいですね。今日はみんちゃんね、ちょっと対談ということで来たんですけど、結構勉強になったんで、本当にありがとうございます。なんかそういうコーナーばっかりやったら、僕らホストクラブもすごい楽なんですけどね。ちゃんを見て、ソープランド見てと思った人はチャンネル登録よろしくお願いします。印象のチェケバに行きたいと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。